ちは。今日は私たちの友人のともくんに来ていただいています。ともくんは約10年間の引きこもり生活をして、その中でネット依存的な生活を送っていたんですけれども、神様と出会って人生が劇的に変わったという方なんですね。それではともくんに登場していただきたいと思います。お願いします。前回の私たちの動画が元ヤクザの方だったんですけれども、もうね、私たちのチャンネルゆるふわトークっていうんですけど、全然ゆるふわじゃなかったんですよね。でも今回のともくんは本当にゆるふわの代表格のような申し子ね、申し子と言ってもいいような、どこからどう見てもゆるふわな存在なんで、もうそんな褒めてもらっていいですかね。まあね、褒めてるかどうかは別にしてね。元パン屋さんだったっていう経歴も一応ありますし、はい、最近の趣味はオカリナだっていうこともありますし、最高ですね。なんか全体としてね、本当に癒し系のともくんなんですけど、実は過去にネット依存的な生活を送ったっていう経験もあるっていうことなんですね。そうですね、やさぐれてる時もありました。じゃあその辺をちょっと今日聞いていきたいと思うんですけれども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず俺は3歳の時に初めて教会に行ったんですけど、教会に行ったきっかけは、うちのお母さんが自分の精神的な不安から助けが必要だと思って、教会に行けば助けてもらえるっていうふうに期待して行ったんですね。で、当然自分もそういうふうに思ってたんですけど、行ってみると教会に来始めてからどんどん臭いものにしてた蓋が取れたみたいにして、どんどん家族の問題が浮き彫りになってきました。両親の関係は悪くなるし、うちの兄弟3人いるんですけど、私も含めて全員不登校になりまして、そうですか。そういうのもあったので、なおさら両親はバチバチやり合うようになって、親は離婚するかもっていう話を聞いたりとか、自分自身も学校に行ってないから、他の人は普通にやってることができないし、親は子供のことで喧嘩をすることが多かったから、自分のことで喧嘩して仲悪くなるんだったら、子供いない方がいいんじゃないかっていうこととか、そういうことも考えたりして、ちょうどその時はインターネットが流行り始めたぐらいで、そういう時期か。そうですね、自分の現実逃避をしたいからネットゲームっていうのを始めて、学校行ってないのをいいことに、起きてる間はずっとネットゲームをしてる。起きてる時間っていうのはもちろん昼間じゃなくて、夜中ですね。昼はじゃあ寝てたんだ。昼間で寝てて、午後起きてそこからすぐ始めて、朝の4時とかぐらいまでずっとやってました。でもさすがにそれは良くないっていうのを自分で分かってるので、せめてちょっといいことしようと思って、朝外に散歩しに行って30分ぐらい外歩いて、ちょっと健康的なことをしたのとそういう感じで、で朝寝てたんですね。親にはちょっと朝か合わせたくないし、みんなが学校行ってる時間に起きてるのっていうのは、ちょっと自分の心に責めがあるので、そういうのもあったんだね。そういうの避けて午後、みんなが帰ってくる時間に起きて遊び始めるっていう、目がやっぱずっと画面見てるとよくみんなパチパチするっていうか、しば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 、普通そうだよね。それを疲れてるなって思いながらずっと続けてたら、ある時なんかすごいここに違和感があるなと思って見たら、なんか溜まってるんですよ。溜まってる？なんかゼリー状のものが溜まってて、やばい。なんか角膜浮腫？目のトラブル。もう目の疲れの限界を突破したら。それになっちゃうんだよね。ゼリーができるでしょ。ちょっとさすがに不安になって、ちょっとこれ休まなきゃいけないかなと思って、2日ぐらい休んで、治ったなと思ったらまた、こんな感じで、
してたんですけどね。最長で何時間ぐらいやったんですか？時間なんて見てないです。そうだよね。そりゃもう目に白いものもできるわ。もうやっぱり虚しくなる時があって。そうだよね。全然状況変わんないし、悪くなるし、自分が生きてる意味があるのかわからないし、で、まあそんな過激なことはしてないんですけど、まあ、ほっといたら死ぬだろうなっていうことをね、ちょっとして。いわゆる自殺未遂だな。自殺未遂。何したの？冬に外に寝てたんですよ。いや、北海道のどこだって。網走で、ね、ね、それしたら本当に死ぬやつですね。雪の中より。もう極限だったのに。でも本当にね、神様には悪いことしたなと思って今は反省してますけど。その時に母さん買い物から帰ってきちゃって、見つかって、運転してるのって言う。その母さんの必死さを見て、まあ死ねないなっていうのを思いました。もしかしたらね、そのお母さんの声がなかったらそのまま寝ちゃって死んでたかもしれないですね。そういう予定でした。予定でした。そのまた1、2年経ってから、うちの両親が御言葉を読んで、それに従って1日生活するっていうことを牧師から教えてもらって、それを実践してから両親の様子がちょっとずつ変わっていったんですよ。それを見た時に、あ、神様はいるだけじゃなくてちゃんと働いてくれてるんだなって両親見て思って、自分は神様をこう信じるとか認めるとか思ってたけど、従うっていうことについて本当に思ってなかったなって、助けてほしいって思ってたんだけど、でも神様しかいないとかじゃなくて、別の何かで回復できるんだったらそれでもいいくらいの、そんな気持ちだったなっていうことを思ったんですね。助けてくれるから信じるとかっていうのも、神様に対して誠実じゃなかったなってことを思ったんですよね、その時に。それで、今までいるって認めてるのに、むしろ助けてくれないのは何でかって恨み事ばっかり思ってたってこととか、そういうのを悔い改めて、本当に、まあ、ごめんなさいと、で、これからは従っていきますっていうことを思って、一人でね祈ったんですね。で、まあ、それから本当に変わりましたね。何が変わったんですか？まあ、小学校、中学校、ほぼ全部不登校とか保健室登校なんですけど、で、高校からはちゃんと行きたいってその時思って、そのことも神様に頼らなきゃ無理だっていうことを思って、高校行ったら、本当に楽しく通うことができて、それってすごいことだよね。本当に高校生活の間は個人的なこと以外にも家庭、自分の親はもっとすごいからって、自分の実家が教会になったりとか、6年後くらいかな、父親がそこの牧師になって、まあ、今もしてますけどね。お父さんとお母さんの関係の中にいるその変化。そうですね、今は仲良くしてますね。本当、ああすごいね。ともくんは小学校、中学校はずっと引きこもってて、生きてる意味っていうか、そういうことも分からない状態から、はい、今は何で生きてるかとか、そういうことにも気づかされてきたんですか？そうですね、まあ、なんで生きてるかって言ったら、まず御国の希望があって、永遠の希望があって、そしてイエス様が自分のために死んで、本当は滅びしかなかったっていうところから本当に救い入れられて、永遠の命が与えられて、っていうのを本当に受け取ったので、永遠の希望を持っている中でイエス様と一緒に生きていくということ、そしてイエス様のことを世に広めていくっていうことが自分の生きている意
はそのとにかく助けてほしいっていう気持ちで教会に行ったと思うんだけど、そこからだんだんこの神様しかいないんだって本当に頼るようになって変えられていったっていう感じで、そうですね、はい、そうやって神様と出会って実際心とかトモ君の生活にどんな変化がありましたか？助けてほしいって思ってた時っていうのは、うん、この世の中で幸せになりたいとか、うん、お金持ちとか一般的な幸せな生活っていうのに憧れてたんですけど、うん、唯一の神様しかいないっていうことを受け入れた時っていうのは、うん、そういう今まで思ってた幸せな生活っていうことではなくて、うん、イエス様と一緒に生きていくっていうことが、うん、自分に必要な幸せなんだなっていうことを、うん、貧乏でもいいし、うん、イエス様が迫害されたように迫害されるっていう状況にあっても、うん、それでも幸せっていうか、うん、そういう風に生きられるっていうのが本当なんだなっていうか、うん、なかなかそこまでね、うん、実際にするのは難しいと思うけど、うん、でも自分が目指すところっていうのがそういうところなんだなっていうのは、幸せの価値観みたいなのがガラッと変わったっていう、うん、そうですね、イエス様と一緒にいることってなんかネットに依存しなくてもいいぐらい幸せなの、うん、言葉にするの難しいかもしれないんですけど、うん、自分の場合ネットとか、うん、で他の人だったら、まあ、いろんな依存もあるし、うんうんうん、依存とは言われないけど、うん、いろんなことで満足感を得てるというか、うん、そういう人がいっぱいいると思うんですけど、うん、自分の場合は、うん、そういうのに頼ってる時は、うん、やっぱりなんか足りないっていうか、これはいつまでも続かないって思ってたし、うん、一時的な満足感しか得られないっていうことを感じていて、うんうん、でも一方でイエス様と一緒にいることとか肉に肉っていうことは永遠に残ることで、うん、こういうところで大きな違いがありましたね。ねえねえ、ネットやりながらこれいつまでも続く喜びじゃないなと思いながらやったんだ。いやー、サービス終了しますからね。サービス終了。そうだよね、現実的。はい、では最後にトモくんが励まされた2言葉を教えていただいてもいいですか？はい、私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、惜しくあれ。本当に神様が、うん、いつも私のことを見放さないで、うん、共にいてくださるってことを、うん、本当にずっと支えにしてきました。うんうん、ありがとうございます。小中学校のその時代にずっとさ昼夜逆転して、うん、ネットゲームばかりやってた人が、うん、目に白い出来物を作ってた人が今は何ですか？今は教会の伝道師、うん、伝道師で神様のことを伝えようっていう人になってるわけですから、不思議ですよね。不思議、本当にね。トモくんが部屋から出てきてくれてこうやって会えたことにすごい感謝です。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、トモくんでした。